はい、今週は今回もねご紹介していただきたいかなと、しばしかなと思います。この2011年出ました。もうこれね、今なくなりましてね、新しいのがなんか出るみたいですね。サンフラワー札幌でございますね。あの昔黒箱の頃の時代に、サンフラワーまでね出てたことありましたけどね、あのツッコミどころはありますけどね、トミカっつってんのになんで船紹介してるんだろうみたいなね、うん、そういうツッコミどころありますけど、一体誰が座布団持ってくるんでしょうみたいなね、話になりますけどね。まあこういう風になって、これねこういう風に置いてね飾ることができるんですね。これだからこれいいんですよ、飾ることができるんですよこれね。でね、こういう風にサンフラワー札幌、ちなみにこれは1280分の1だそうですね。ここに書いてございますけども、1280分の1ということでございますね。で、これはサンフラワー札幌といいまして、これはフェリーとは価格 旅客や貨物、車両などを輸送する船のことです。で、トミカのモデルとなったサンフラワー札幌は、1998年10月に就航した商船三井フェリー株式会社が所有しているスートン数、13654トン、すごいですね、13654トン、全長192メートル、肩幅が27メートル、航海速度24ノット、時速約43キロ、旅客定員632名、車両整備再生数、乗用車100台、トラック180台、機体左右の太陽のマークが特徴のフェリーです。で、船内にはいろいろなタイプの客室やレストラン、展望浴室等などがあり、優雅な船旅が楽しめますということですね。で、茨城県の茨城港、大洗港、大洗航空と北海道時巻苫小牧港の間を約15時間で運航しているということですね。茨城県ならね、大洗っていうのはね、ガールズパンサーでね有名なね、あの戦車のね、戦車道のね有名なあのガールズパンサーっていうね、あのアニメがあるんですけど、まあ、その舞台になったのがその大洗町っていうね、茨城県にあるんだけど、多分そこの港じゃないかな、からまあここ時小牧小牧号というところまでね結んでいるというねところですね。私はあのガールズパンサーというのもね、あの全部ではないんですけど、まあ、少しぐらいなんでありますけどね、またこう借りてきてね見てみようかなと思いましてね、見ておりますけどね、なかなかあれまるで面白いものございますけどね、戦車をねこう戦車道として使うというね、うん、まあそういう方が一番いいんですよ。もうああいうものをねもう戦で使う時代は終わりましたから、戦に戦車を使うという時代は終わりましたからね、もうこれからはもうねもう大会として使っていただくというね、それが一番いいですよね。でそれでね、このサンフラワー札幌丸、まあ、これもまたね、なかなかこの太陽のねマークがあってなかなかいいですね。太陽のマークがあるがいいんですよこれね。どこかのツルツルのおじいさんがね、日が昇る頃とちょうど同じ頃にツルツルの頭がピカピカピカって出てくるとね、ちょっとより神々しく見えますねみたいなね、まあ拝んでしまう人もいるかもしれませんけどね、そういうわけではないんですね。あの太陽のね、明かりがねこうやってピカピカピカと誰かの顔がねあって、その前に太陽があったら大変なことですからね。まあそんなことになったらね、ちょっとなんて言ったらいいんだかわからないと思います。あまりにもね驚きすぎちゃってね、お年寄りが見たらね、そんなのを見たらねショック死してしまうといけませんから、ですからね、まあそんなことがねないようにね、普通の、まあ、太陽の絵を、普通のって言ってしまいましたけど、まあ、太陽の絵を描いて、まあ、それでこう、まあ、太陽っていうのはね昔からそのね、まあ、神と一体化っていうかね、そういうふうに考えられてるんですよね。人間ってのは不思議なもんで、もう偉大なものって言ったらもう隅から隅まで照らしてくれる、まあ、地球上全部を照らしてくれる、まあ、時間によってそれは多少の誤差はありますけども、太陽というね輝しいものと、それを見て昔の、まあ、エジプトの人とか、ね、ローマの人、古代ローマの人とか、ああいった人たちは神を、太陽を見て神様、偉大なる神様、イエス・キリストなんかのね、
なんかもそうですよね。そのイエスとキリストが前のモーセとか、ね、そういう時代の人たちも神様っつって太陽をね拝んでね、まあイスラム教とかみんなそうですよね。だからある意味宗教とかああいう神様ってのは一つにつながってるんですよ。そこからまあ釈迦が出たりね、日本のキリストが出たりしていろいろねこう枝分かれしていくんですよ。だからその一つの象徴的なものとして太陽なんですよね。だから太陽がなかったらある意味、そうだね、この地球上に太陽なんていうものが存在してなかったら、まあ神様だって存在してなかったんじゃないかっていうぐらいだと思いますから、やっぱ太陽あっての神様だから、太陽なかったら神様は存在していたんですかっていうとそれはわからないですからね。うん、太陽っていうのは、まあ、ある意味こう神様だとね、なんて言いますかね、そういうふうに、まあ、捉えてるんですよね。もし間違ってしまったら申し訳ないんですけども、まあそういうふうなものを捉えてますから、まあ、だから太陽が一番いいっていうふうにこうサンフラワーの人たちもね選んだんじゃないかなっていうふうに思いますね。これすごく大きなね船でございますよ。ほら船でだからね、決して氷にね座礁したわけじゃないですかね。氷に座礁したのはタイタニック号って言ってね、あれは資産だったけど氷のところにボコーンってぶつかっちゃいますけど、今ぶつかったのは氷にぶつかったわけじゃないですかね。うん、決してねなんか侍このね地方に行って、あ氷にぶつかっちゃったみたいな、ほら氷にぶつかっちゃったみたいなね、こういうふうに氷にぶつかったわけじゃないですからね、そういうわけですから、まあね、ちょっとね動画を撮っておりますので、ちょっとカメラにぶつかっちゃいました、ね、そんな感じでございます。まあなかなかねいいものだなっていうふうに、感じますね。これはなかなかいいですね。昔サンフラマー丸は九州の方を運航していた時代もありましたね。今運航してるのかどうかわかんないけど、確か福岡と山口だったっけ、なんかそこら辺を結んでるとかって聞いたことあったんだよね。私は見たことないんだけど、親がねそういうの見たことあるみたいですよ。うん、乗せてもらった時あるみたい。ただ私覚えてないんだよ、なんで覚えてないんだって言われたらね、私がまだ生まれて赤ん坊の頃だったからね、1歳ぐらいの年だったから、それは覚えてないですよ、1歳の年のことを覚えてたらすごいですよみたいなね、そんな感じなんですけどね。ですからもうその当時のサンフラワーなんてね覚えてないですよね。私もね太陽が昇るとともにウキャーっつって生まれてきたのかもしれないですね。まあね、まあ皆さんそうじゃないですか、皆さん太陽が昇ると同時にねいろんな赤ちゃんが生まれてくるわけですよ、ウキャーっつってね。ただあの国にね、あの国はたくさん赤ちゃんがいらっしゃるんでね、太陽が昇ってきた同時にねウキャーウキャーで、かなり声も大きいだろうから、うわーみたいなね、そんな感じになってしまうかもしれませんけどね、まあご了承くださいみたいな感じですね。でね、まあなかなかね結構いい作りですよ。こうやって飾ることができるっていうのがまずいですよね。でこういう風に上の方もちゃんとねこういう風になってますよ。そうするとねもうね若いカップルなんかね、タイタニックの真似する人いるだろうね。大体さね、デカプルに真似してタイタニックに真似してさね、ねある意味あれ勇気いるよ。うん、でもねまあそういう真似もしたくなるでしょう。そういう風にしたくなる時はあるでしょうね。どうぞそこがやってみてくださいみたいなね、まあその先は言えませんね、その先は言えませんね、まあそういうわけでございますけどね、まあなかなかね、いいんじゃないかなと思います。だからこういう箱の中に入れるっていうのもね、非常にせっかく飾れるようになっておりますので、箱の中に入れてしまうというのももったいないですから、まあ箱を保存すると同時に、箱を飾ると同時に、船もね、飾っていただければかなっていうふうに、思います。遊んだらこう飾るっていうね、そういうスタイルの方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあそれをどう使おうか、それはあなた次第ですってね、番組じゃないですけど、まあ、そういうふうになりますけども、まあせっかく飾れるようになっておりますから、なかなかいいんじゃないかなっていう感じでございます。どうもありがとうございました。